It's 1 o'clock sharp. Ultra Performance Radio.今は違います。野球中継を見れば東京ドームに来ている5万人のうち4万7、8千人は漏らしていると決めてかかることすらできます。伊集院さん、ゴールまであと20時間頑張ってやり遂げてください。神奈川県セントバーナード市篠岡健さんからいただきました。深夜のバカ力、青春の過ち、うんこ漏らスペシャル。もうね、24時間テレビクラスの感動ですよ。もう最後にこう赤井秀和がゴールして、もう何にも関係ない西川のりおが前で赤井の手を挙げた時のような、もうやってくれちゃってるぜっていうね、もうそういう感動をお届けすること受け合いなのがですね、この伊集院光のアップス深夜のバカ力。まあ僕がねタレントになった理由と言ってもいいですね。このうんこを漏らしてしょぼくれている人、まあ言い方を変えればケツの穴からビーフストローハノフをね、撒いてしまってですね、もう生きていけないと、しょぼくれている、もう客の中から PHS を出してしまいですよ。もう本当です、本当です。自分のパンツの中に知らないうちにマコーレカルキン君が入っていたような、そういう人たち、しょぼくれてます。ね、違うんです。あなたたちは、もう、心の綺麗な人だ。うん、言わしてもらおう。心の綺麗な人だから悩むんです。実はみんな黙っているだけで、本当はみんな大腸の中の牛タンをねデロリと吹かしてるんですよ皆さんは。だから安心して頑張ってくれ、明日からも生きていってくれというですね、このもういわばサブタイトルをオリジナルでつけるとするならば、正義のラジオです。もうね、もう今までこんなタイトルのラジオがあったでしょうか。伊集院光のアップス。ね、深夜のバカ力なんですけど、まあいわゆる今日はですね、この業界タレントさんをはじめとした著名人の方々が、僕もね、おけつから、キハ056を立ちているという、ね、そういうディーゼル機関車をね、発車往来したという話をもらってですね、今までなかったですよ。よくね、例えば小堺さんのご機嫌ようとのサイコロを転がして、恥ずかしい話、略して弾まな、漏らしましてね、っていう人はいなかったんですよ。それをですね、これ集大成ですよ。凝縮して、固めて、ね、一口サイズに切ってみんなに投げつけるというですね、ストレスの溜まったゴミラのような放送をしていきたいと思いますんで、最後まで聞いてほしいと思うんですが、ゲストがすごいですよ。ね、まずお笑い界から伝説の
モラサーバカルディのお二人すごいですから、タレント推しといえども寝ぐそ経験はバカルディしかないですからね。バカルディ、それからですね、TBS の生放送が終わったばかりで駆けつけてくれるですね、 TBS の誰なんだお前はでおなじみの、DJ 宮川勝さん、さらにですね音楽業界からですねまだスペシャルの内容を話していない、ね、真心ブラザーズのお二人などですね、もう著名人が、あともう少しつけとこうか、他にもですねハンク・アーロンやですね、ナスター・シャキンスキーね、それからですねエリツィン大統領などのですねすごいゲストをお迎えしてお送りしますんで、最後まで楽しんで勇気を出してくれ、勇気を出してくれて、グッズの方はお店の方で売ってるから、たくさんね全国のコンビニなんかに用紙があるんでどんどん送ってもらいたいと思うんですけども、募金の方送ってもらいたいと思うんですが、送られても困るんでやめてほしいんですが、とりあえず曲からいきましょう。真心ブラザーズの曲の中で自分が一番気に入っている、もう5年ぐらい前のアルバムに入った曲なんですが、とりあえず、新曲は後ほどかけるとして、ウジ虫イカ。もう何も話すまい、だって君は分かってない、何一つ分かってない、もう何も拒むまい、君の言うことを素直にうなずくだけさ、だけど心の中では君のことをウジ虫より劣ると思っているよ。もう何も語るまい、だって君は聞いちゃいない、話したいのは結局自分の良さだけ、もう反論しない、君の言うことを素直に、右の耳から左の耳へと、だけど心の中では君のことをうんこよ、はね、あんまりこういう俺語りに入ること割と少ないんですけど、好きでね、めちゃくちゃ好きでね、まあそんなにたくさんそういうアーティストはいないんですけど、 CD をちゃんと金出して買いますアーティスト集の一人なんですけど、これ5年前ぐらいのアルバム入ってる歌でね、ウジ虫イカすごくいい歌で、真心ブラザーズファンの人もですね、後ほど真心ブラザーズが生でですね、もう今まで話さなかった一面をね話してくれると思いますんで、あるんですかね真心ブラザーズは自らのホールからパラグライダーを発射させたことはね、ぜひ聞きたいなと思ってるんですけども、今日はファックスでですね、ほら、僕なんかもう正々堂々とした芸能人として、ちゃんともう言ってるじゃないですか、告白してますよ。カミングアウトしてるわけですよ。うんこ漏らしましたっていうね。みんながテレビとか見てて、今日のファックスのテーマとしては、こいつは、
黙ってはいるけど、ね、本当は、青春の過ちを犯してるんじゃないかなっていう、ね、トイレ以外のところで、ケツからエジプトを、エジプトを出してるんじゃないかなっていうですね、気がするわけですよ。ね、パンツの中にコンドミニアムを建ててるんじゃないかなっていう、そういう気がする人をですね、投票してもらってですね、1位を決めたいなと思ってるんですよ。一応僕の中で今男性部門は、一応、暫定ポールポジション、ね、ポールポジションは、一応男子一応先週発表しました、キネナオトさん。これを今ね、一昨日寝る前あたりにふっとね、野村ヒロノブが猛追してるんですよ。なんか今、どうも、これ全然根も葉もない噂で、もう絶対漏らしてません。ね。こういう人は打っときましょう。絶対本人の名前のために漏らしてないんですけども、僕の中ではなぜか妄想として、なんか学校の階段の収録中に、あそこに学校のトイレがあるから、うんこしちゃえばいいなと思って安心していたら、それがセットだったっていう理由で漏れたことがあるのではないかなと。まあその後に一応車団吉が追っかけてるっていう感じなんですけどもね。で、女子はですね、ダントツで千秋です。僕の中でのポールポジション、千秋ですね。まあ、それを副兵としてですね、沢口靖子、中村あずさの演技派女優がですね、後ろの方追っかけてるっていう感じなんですけれども、一応皆さんが思うね、これ本人当然ね、芸能人漏らしてませんよ。そんなことはよそで言っちゃいけませんけど、いけませんね。けども、なんかイメージ的に、ほら、なんていうの、ベストジーニストを決めるようなもんじゃないですか。本人がジーパンを履いてるかどうか関係ないんですよ。ね。あの人はジーパンが似合いそうだな。ベストオブメガネとか、ね。そういうのを決めるのと一緒で、ベストオブチョチョシビリ、ね。ミスチョチョシビリであり、ミスターチョチョシビリは一体誰か、誰あたりが怪しいか、ね。ファックスです。東京 03-5563-1960。東京 03-5563-1960。そしてもう一回線、東京 03-5562-9540。東京 03-5562-9540。名前も一緒に呼ばれた人はですね、読まれた人はですね、アップス特製ステッカーの後ろにですね、あれなんかついてるっていう形でお送りしたいと思います。生まれるハッピーバースデー。一週間のアップス、深夜のバカ力から青春の過ち、うんこもらってしちゃ。イタリアンポップス界を代表するアルバーノ来日公演決定。 TBS ラジオミーヨン共催コンサート、アルバーノ情熱のカンツォーネを11月26日東京厚生年金会館で開催。チケットは9月5日から発売。お問い合わせは03-3366-9999、 ミーヨン予約センターまで。輝きの1週間、感動の1週間、笑顔の1週間、連続使用の1週間、コンタクトレンズはドリーム EX スーパー200。今日はコンタクトは03-3493-9090。今日はうちでお寿司にしよう。僕はウニ卵。私はイクラとネギトロ。ママはトロと甘エビ。じゃあパパはね、あなたは財布。味よし、ネタよし、値段よし。宅配寿司なら味よしチェーン、フランチャイズオーナー募集中。詳しくは045-544-4803まで。小坂井です。関根です。8月29日木曜深夜1時からの小崎は放送1001回記念の大放送、グッバイサマー小崎ソングフェスティバルと題して、小崎ソングをたっぷりお聞かせいたします。相川欽也さんの息継ぎの音もお聞かせします。なるほどザワールド。8月29日木曜深夜1時は小崎1001回スペシャル。スペシャル Yes TBS。いや、青春の過ちスペシャルなんてことを言うけどね、若いうちは何やってもいいんだよ。それが青春なんだから、どんどんやりなさい、どんどん。今出た。さあ、今日のアップス、深夜のバカ力から、うんこもらスペシャルはですね、素敵なゲストをもう迎えちゃいました。いいんでしょうか、TBS のですね、好評放送中、誰なんだお前はのパーソナリティ、宮川まさるさんです。あね、はい、やってないよ、俺は。絶対やったって。あ、だから何度も言うけど、漏らすっていうのは、だからヒカルちゃんさっきも俺の番組でエンディング来てくれて言ってたけど、要は下着にうんちがついちゃうということでしょ、それを漏らすというわけでしょ。俺は好きな時にじゃない、したくなったらどこでもするという、
癖はあるけれど、癖漏らすはしない。癖があるの？あるって。っていうか、だから、なんていうの、人間の生理現象に素直に生きるということを俺はモットーにしてるだけで、ちょっと待って、ちょっと待って。パンツにつけることはないね。それがね、さっきからなんかあなた煙巻いてるじゃないですか。私と、CM 中もそうですし、あなたの番組出してもらった時もそうなんですけど。むちゃくちゃ嫌なんだな。その、何、人間の生理に対して、素直に出すっていうことは漏らしてるってことでしょ。いや、違うんだよ。違うよ。だから俺はもうどこでもするんだもん。山さん、そろそろ落ちますよ、この容疑者。なんで、そろそろ落ちますよ、この取り調べ室。じゃあどういうのがあるわけ、今までは。みんなを漏らした人にしたい気持ちはわかるけど、なんだその言い方は。だけど、俺は漏らしてはいないですよ、全然ね。いやいや、今やね、一郎の知名度を上回る人数の人たちがうんこを漏らしてるんですよ、もう。だから。漏らしてるんです。ディレクターの奈良さんも漏らしてねって言ってるじゃないかよ。嘘つきだから、あの人たち。漏らしてないの。嘘で塗り固めてる。だから俺わかんないのがさ、俺はね、だから、多分ここに言われたのは、その俺車で移動してるから、はい、よく車で移動しててうんこすげえしたくなったりとかするやん。ほらほら来た、ほらしたくなる、したくなるでしょ。運転してんのは僕だから。そうそう、ほら高速道路とか乗っていない、乗っていない、変わってもらえない。だけど僕は漏らしはしないで、その新青梅街道の脇に、まあ、ハザードつけてパッと止まって、止まって、で車の後ろでするんだよ。もっとひどいじゃん。なんでだよ。全然ひどいじゃん。なんでだよ。あのな、新青梅街道の路肩にハザード出してうんこ出してるようなやつがな、全部が全部漏らさずやってると思えないね、そんなの、ね。漏らしてないどころか、どころか。僕はちゃんと、ハザードをつけたままエンジン切りますわね。切りますわね。後部座席に乗っている、TBS のデイキャッツとか書かれてる黄色いティッシュの箱を手に持って、外へ出て、で、自分の車の後ろで、まあ、後ろでお尻ペロッと出して、プリプリとして、ちゃんとそのティッシュでお尻拭いて、でまあこのままだったら見てくれも悪いなと思って、いや見てくれはどう加工しても悪いよ。上に自分の年の数だけロートク食べたって悪いもんは悪いよと思った。ティッシュ数枚を上にかけて、ちゃんとそれが俺なりのエチケットとしてあるんだけどね。もうその、路肩にクソ自転してる時点でエチケットとかじゃねえじゃん、もう全然そんなの。うまくいったかなと思うんだけど、うまくいったぜと思って帰り道ね。で車エンジンかけてブーってまた出発するじゃない。でサイドバックミラーで見たら、俺がうんこにかけて尻込みが待ってたりなんかして、来たらトルネードに、まずい、来たらツイッターの中で変ね、変な感じになっちゃったりとかいうことあったんだけど、でもそのようにちゃんと漏らさずにすることはしとるんですよ。いやそれはさ、逆に言えばさ、なんていうのかな、あの心の肛門が緩いよ。何？そうじゃん、人間だ。関連的な処理で。だって人間だ、こう運転してるじゃんか。すごいトイレ行きたいさ。でもトイレがないっていう時にどうするかったら、漏らす方が人間として潔いもん。絶対その選択が出てくるって。安易に、あ、そうだ、肌の付けで止まっているお方でうんこしようってことするよ。他にはあるんですか、そういう、あなたの。ねだよ。あなたのケツから出した、そのいろんな、こう、パラグライダーの。だから、俺は、それ人間としてね、その、だからパンツ汚すということは親にも悪いと思うし。なんで親に悪いんだよ。よくないと思うのよ。軍勢にはちょっと悪いかもしんないけど、親には悪くないよ、んなの。犬の俺飼ってんだけど、はいはい、ミニチュアタックするのがまた可愛いんだ。はいはい、で、まあ、俺が目の見なきゃいけないから散歩とかも行くんだけど、なんかいつも10分ぐらい散歩してるんだけど、途中で、まあ、腹が突然ね、あしてーっていう風には確かになる。なるでしょ？確かになることはなるんだよ。犬散歩してる時もなったことはなった。だけど、こう、家まで待ったら出そうだし、でもこのまま散歩してたら漏らすしと思ったら、やっぱりちょっと犬をその辺の電柱を湯いて、そこでちょっとケツ出して、電柱の陰でプリプリっとすることはするんだよ。っていうか、犬が飼い主ってお前が犬じゃん、それはっていう。東京じゃん。しかもね。犬はおとなしく待ってんでしょ？待ってんでしょ？その横で君がもう無造作に、ワイルドに、ケツから ICBM を発射してるわけでしょ？人がうんこしてる時どうしても苦しそうな顔になるせいかね、犬はね、なんかご主人様に異変がと思ったのがね、ワンワン泣き出したりとか心配しちゃって、おばちゃん集まってきちゃったり、あらまあとか言われちゃったりとか。でも結局俺はその犬のために持ち歩いていたあのコンビニの袋と、犬のうんこを持ち帰ろうと思って持ち歩いていたティッシュ数枚で、自分のうんこを拾って、ティッシュの袋に入れて、家まで持って帰ったりとかいうことはちゃんとしてるんだ。犬の縄張りを荒らしてるね。だからちゃんとエコロジーを考えた上で、全然その生理現象に正直に動いてはいる。その犬のうんこ取り機ね、説明その使い方間違ってるもん君。どう考えてもそれは。でもやっぱり誰にも迷惑かけてないからね。ない。本当にないもの。寝てて、なんかおなら出たいなと思って、
ならいや、あれっていう。ないよ。そう。俺、その、おならをするときに、実が出るっていう感覚だってわかんないもん。うっそ。それを当たり前のように、今このラジオ聞いてる、伊集院教の信徒たちを洗脳さそうという。全然違う。もう。ことが俺間違ってると思うな。あのね、未だにね、リスナーからね、ね、その、じゃあなたが言うとこじゃ、信徒は大リスナーからね、俺に対しておかしい感じは来る。来るだろ。全然来るけど。それは正しいんだって。それは全部強がり。絶対強がりだって、そういうもんなんだよ。正直に言って、俺の番組エンディング来た時にヒカルちゃんは、はい、8割方の男は、女と違って8割方はうんこを漏らしたことがあると、はいはい、大人になってからあると言っていたけれど。女は 67% ですけどね。いい加減なデータ。でも、正直言って、そんなに多くはねえよなって思ってる。どれぐらいだと思うじゃん。俺は2割。2割？ 2 割だね。ちょっと待ってください。今僕のこのガラスの向こうと、ね、このガラスの中の構成も含めて全部で、じゃあ手挙げてみますか ?8567、うん、俺入れて8、うん、入れて9ですよ。うんうん、9人いる中で、漏らしたことある人、正直手挙げてくださいよ。ほら。ね、手を挙げてるのが、俺を含めて6人でしょ。で、しかも、挙げたいんだけど挙げられない人が2人ですよ。あなたも入れれば3人ですから、もう、ね、100%ですよ、ね。生放送中のパーソナリティの気遣い方が上手いスタッフだよ。全然違うよ。なんか、生放送中のパーソナリティ手挙げといた方がいい順位乗るだろうとか、あのな、ここで挙げなかったらあいつ落ち込むだろうとか、そんなタレントを乗せようなんていう。立ち直れないだろうとかって、そういう気遣いだな、タレントを乗せようなんていう気があったらな、あそこにいるあの水の T シャツがある、うちのマネなんだけど、24時間テレビ中に寝ないだろう。俺はそういう気がないんだから。な、ちょっと打ち合わせ中に寝てんだから。それは見てないと思ったからでしょ。違います。してない。絶対してないって。ひどいね。車で運転しててもそんなにないもん、漏らすなんてことは。そうやってね、リスナーの気持ちをね、平気でね、傷つける君みたいな。傷つけてないよ。全然傷つけてないよ。っていうか、でもね、安心したのは、今まで僕はうんこ漏らしてないって言ったら、毅然とした態度で僕に立ち向かってきた時に、僕もちょっとひるんだ。ああ、ひるんでしょ。ひるんだ。うわ、なんか僕は。自分の中での、両親のガサギに苛まれたものがあったんだよ。っていうか、うわ、なんか、もしかしてこの人漏らしてないんなら、俺の方がダメな人間かなと思ったの。ダメだよ。大ダメ。でも、あなたの告白を聞いて、漏らしてなかったとしても、路肩でうんこの方がダメだし、全然ダメかダメじゃないかって言えば。分かったよ。俺、噂聞いたぜ。女と別れるのにうんこ使ったらしいじゃない。俺、それ聞いたらな、なんか、んで。いや、それはただ、使ったらしいじゃねえかよ。その、ただ女と別れるときに、付き合ったときに、女に、別れるときは、俺はだからあのこたつの上にうんこをしていくからあのそれが俺の不幸せの黄色いうんこだと思って楽しんでくれなということをやって女エッチ終わって女で寝てる時に、うん、あもう別れようと思ってトイレ行って、うん、でその女の子の家なんだけど、うん、チャンスからあの刺身の小皿を取って、うん、で一応トイレ入ったりなんかして別に廊下でもいいじゃねえかって気するんだけどトイレ入ってプリプリとしてお前は翔太の寿司に謝れよこの刺身の小皿にそのこたつの上にタウンページ載せて一応あの小さいものがね載ってるも、うん、小皿を載せて帰ったのさ、うん、うんこっていうのはね瀬戸物に乗っけるときはとうとうって書いてあるやついいから乗っけちゃいけないんだよなんでだよイナックスかとうとうのいいやつにしか入れちゃいけないんだよそれはよでもねどういうの本当今思い出したけどね一、うん、回だけね確かにねほら鬼の首取ったよ、ね、鬼の首も取りますよ、ね、マダムの仕組みも取りますよ一回だけ、ね本当に一回だけありますわ。首都高速乗ってた時に。また君、猛スピードで出てるじゃないですか。そうなのよ。あのね、うん、ダメ出したくない。それはもう完全に漏らしたというよりも、体調がおかしかったんです。はいはいはい。そういう時は漏らしてしまうのは僕は致し方ないという。おい、全然トーン変わってんじゃねえかよ。さっき全部ダメみたいな形だったじゃねえかよ。いや、もう生理現象はしょうがない。生理現象というか、具合が悪い時はしょうがない。僕は病人だったわけですから。うん。僕はクランケとしてですね、うん、運転してたわけですよ。いや、俺もしょうがないよファミコンやってたんだもん関係ないすげえ野球ゲームいいシーンだったんだものそれはいけるもん8回ツーアウト満塁でうんことお前階段降りればいいトイレ行けるもんお前なんでお前うんこと清原と取ってたんやしかもゲームポーズボタンできるし迫力とかあるじゃん。なんか関係ないし。俺のケツに迫力出ちゃったんだけど、その後。出とるなり。すごいしたくて。あ、もうダメだと思って。うん、なんかね、空き缶があったんだ。缶コーヒーの中でやつがやってるんだろうって。こんなの上乗せても、なんかやたら雑魚が高くなって。なるだけど。なんか運転しててもなんか、うん、天井頭についてるし、こうって、うんうん、これはダメかもと思ってたら、こう、コストッパーとして置いてたの。そうです。置こうかなと思ったんだけど、高くなっちゃってダメだと思って、うん、で、ちょっと、これは出ちゃうなと思って、うん、まあまあ、してしまったわけですよ。はい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 。だけど、これはでもな、自分の中ではすごい屈辱的なものだったんだけど、うん、でもうんこをするときって、下の方も出るやん。
両方あの下の方っていうか小さい方小の方、うんうんうん、おしっこがそうだ大きいのと小さいのそうだね、うん、もうそっちぐらいはフォローしようと思って、うんうん、そのまあ缶コーヒーの飲んだやつで、うんうん、まあもうズボン下ろしてたからしかもね運転してたんだよ結構で早いなんかスピード出てたんだけどこう当てがいながらおしっこをそこにジョーとかってやってたのはいいんだけど、うんうんうん、そういう時に限ってなんかねヘアピンカーブとかに差し掛かっちゃったりとかして、ね、すっごいアクロバティックな俺もね気使えばよかったと思ったんだけど、うん、そういう何か用を足してる時っていうのは腹に力が入るせいか、うんうん、気づくとアクセルが強めに踏んでたりとかして猛スピードじゃないのでなんかこう「おやばいやばい!」っつってこう、うん、もう下おしっこの缶を左手で一緒にハンドル持ったりなんかしながら、うんうん、切ってる最中に左手にピチャ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 ついてるのしてて「ダメだこれ!」とか言ってたら、うん、なんかね落としてしまって、うん、でも一生懸命結構のスピード出てたのよ、うんうん、竹橋ジャンクションのあたり、うん、一番あの分かれ道のところでカーブのそうところで急ブレーク踏むかもしれないっていうようなとこで、うん、こう慎重に行かなきゃってとかバーンと落としちゃって、うん、前だけ見て運転してたら下の方でなんかね倒れたらしくて、うん、トン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 トトムトム言ってたんだおいトムを呼んでたんだおいおトムトムやろおいおいおしっこがシートに出ててうわこれああもうどうしようもない状態だったことがありましたけどっていうか百戦錬磨の俺が引きそうだもんいやそんなね違うよそれでは完全にお腹が痛かっただけだから今ね一瞬ね番組ね、うん、始まってね、うん、うんこ漏らしたことあるリスナーとかね、うん、ああ俺も今日救われるなと思ったらね、うん、宮田さん出てきてね漏らすことない断言してさ、うんしょんぼりしたじゃんさ、うん、一気に戻ってきたね。俺よりダメな大人がいるぜっていう。いや、おい！ダメだよ、そんな。俺してないし。高橋レーシングのスタントマンみたいなうんこの仕方だね。じゃあ、のぐそしたことないの、ヒカルちゃんは。のぐそあるよ。あるけど、のぐそより手軽にうんこもらえちゃった方が。ね、なんでだよ。俺それわかんねえんだよ。のぐそでしょ、でも。のぐそはしまくる。しまくるんだ。家で来ろよ。前にね、何のためのトイレだよ、それ。アパート住んでた時に駐車場がちょっとだけ離れてたんです。300メートルくらい。その駐車場に車入れて、あ、ダメだ、家まで我慢できないと思って。300メートルじゃねえか。そうなんだけど。グリコ一粒の薬で、ケツからグリコ出してどうすんだよ、それを。そうなんだよ。自分の車の後ろでしてしまい、だけど、自分の。君の車はさ、走るってことよりも、うん、君のノブソを隠すっていうのが、ブラインドとしてるんですよ。そうそうそう。ビオブみたいな感じなんだけど、うん、自分家の駐車場だからさ、毎日のように会うわけですよ。あ、彼と真っ白になっていくまで僕は立ち会いましたね彼が燃えていくまでの途中で、うん、その自分の車着陸してる時に自分の車で踏んじゃったりなんかしてうわ、あ、踏んでる俺の嫌な気分だったりしたけどちょっと丹下断平みたいな気持ちで腸が真っ白な灰になっていく姿をずっと見続けてでも漏らすことはそれ、まあ、さっき言った、うん、首都高でも1回だけだね、ということで、延々と強い口調で話したことはやっぱり漏らしてるよ漏らしてねえよだから漏らしてんじゃねえってていうか帰ってくれもうあなたもおい漏らしたの分かったらゲストは宮川勝さんでした漏らしてないのに漏らしてるしねスピッツでスピッツもかけられなくねえよこんなところで何さ
間違い電話したことある？うんこ話でスピッツの曲挟むなよ。いや、いいんだよ、失礼だよ、スピッツに。スピッツだって本望だよ。本望じゃない。こういうメッセージも入ってんだよ、これには。絶対。何度も言うけど、うん、俺はしてないし、うん、ヒカルちゃん思ってるようにみんなは絶対してないよ。俺は思うんだけどね、その、もうかけ慣れた電話番号で、絶対こいつんちは間違いないっていう電話だって、間違い電話かける時あるでしょ。間違い電話かけた相手の、うん、田中ですか？あ、田中俺だよっつって、うん、名前が一緒になって話が弾むことはないだろ。それと同じ確率ぐらいないよ。いや、言えばこういうね、へりくつばっかり言うな。絶対ないです。あんたの理屈は全部へりくつだよ、本当に。あ、じゃあさ、あの家にビデオあるでしょ？あるよ。ビデオ買って何年ぐらいデッキ？2年ぐらいかな。間違ってタイマー予約したことある？あるな、一回だけね。絶対クソ漏らしたことあるじゃん、じゃあ。ないよ。もう同じぐらいの確率だもん。じゃあ、光が家のビデオ VHS なのに、ヨドバシカメラで、あ、間違った、ベータ買っちゃったってことないよ。それはないけど。同じだよ。それは決めんじゃん。そのぐらいないよ。その人間ぐらいいないね。うんこ漏らし、いや本当に本当にいないって。ダメだなこの人は。あのね、うん、本当にいないよ。学校遅刻したことある？あるけど。それぐらいのペースで大体みんなうんこはしたことあるんだよ。ないけど。簡単に学校行ったことないだろ。いいよ。それと同じぐらいないんだよ。でなんでいるんだよもう。僕、ね、送り出したのに宮川マサルでしたっつったのに。ごめんごめん。何なのさ。いや宮川マサル誰なの？お前はそうだ。さっきヒカルちゃんが来て、そうだ、うんこ漏らし。散々してたから明日の告知ができなかったんで。お知らせできないもん。そう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 。ここでしてもいいですか？あ、どうぞ。じゃあ申し訳ない。してくる。じゃあする代わりにうんこ漏らしたことは認めろよ。それは認めてくれよ。どうも負けない男だな。負けないよ絶対。明日の宮川さん誰なんだお前は。誰もクイズカーニバルと申しましてですね、うんうん、ヘキルちゃんとレイジナックはもちろん鈴木ランランちゃんとグレーのクイズもあります。絶対聞くように。鈴木ランラン漏らしたことあると思うよ俺。ねえよ。あのダチうんこしようとしたらダチョウに追っかけられちゃって絶対ない。モリモリって絶対。初めて会った時に言ってたもんだって、うんうん、あうんこ漏らしたことはない鈴木ランランです。そんな挨拶ないし絶対言ってたし。っていうか帰ってくれよもうさ。ねもうということなんで失礼出しました。ありがとうございます。漏らしたことある人じゃあります。今月のカートップはついに激突。ランエボ4 vs インプレッサ、人気ミニバン7台の1万キロ爆走テストにも大挑戦だ。カートップ10月号ただいま発売中。 CWA の田中直美です。9月11日神宮球場で天竜選手と戦います。みんなの応援が僕の力です。神宮球場で待ってます。主催 TBS UWF インターナショナル5周年記念特別興行、9月11日水曜開催、チケット好評発売中。写真の焼き増し3分仕上げ、小出カメラに新登場。首都圏66店舗小出カメラ、小出犬だ。スマイル Go Unknown Work in 西新井文化ホール、 TBS 公演スマイルのライブを10月9日水曜日午後6時半から開催します。チケットは9月6日から発売。お問い合わせは 03-5242-8161 ギャラクシティまで。 Yes, TBS。なんだろう、お腹の調子が調子悪い。あれ伊集院光のアップと深夜のバカ力、青春の過ちうんこ漏らすスペシャル。お芋が卑怯だねみんなね。もう言い張って帰ったもん。宮川勝、宮川勝な。あれだって、あ、来年のさ春のモードとかでさ、うんこ漏らしなんか流行ってみ？俺なんか10年前から漏らしてたんだぜとか言うんだよなぁ。一世土産コレクションでな、急に流行ってみ？ねえ、スーパーモデルの皆さんが勢揃いで漏らしてみ？あ、あ、私なんかなんて言い出すやつがすごい勢いでいるに決まってんですよ。多分ね、ディレクターの永田氏だってね、今は漏らしてない漏らしてない、断ることに漏らしてない順位は変だよって言うじゃないですか。例えば80とか90とかになってさ、もう嫁行くばくもなくなってみ？死ぬ寸前にうちに電話かけて来るって漏らしてたって、本当に強がってごめんって。今はじゃあ追求しないよこれ以上は。でも死ぬ寸前には言いたくなんだからな。岡寺くんっていうね、すごいじっぱりの友達がね、ずっとね、うちはランボルギーニカウンタック持ってるって言ってたんだよね。だけど、あの岡寺んち夜逃げすることになった前の晩来て白状したもん。持ってなかったんだ、大学生のお兄さんが乗って行ったから嘘だったって。そういうことなんだから。じゃあここでですね、一応今回の特番の、スペシャルの目玉でもあるんですけども、皆さんからいただいた、もう正直なね、心の綺麗な皆さんからいただいたですね、自分はこういう時になってしまったっていう、ことをしたためたハガキを元にですね、ラジオドラマを作りましたんで、これは泣くね、
もう泣いちゃうね。もう山田洋次の学校シリーズぐらい泣いちゃうね。それじゃあですね、今日何作か紹介する予定ですが、まず最初はこちらです。アップス青春劇場、足立区の匿名希望さんの1ページより、ウェルカムトゥー東京ディズニーランド。まだ乗るのかい？だってパスポートがもったいないもん。欲張りだな、ゆきこは。夢の国、東京ディズニーランド。ミッキーがいて、ミニーがいて、ドナルドが、グーフィーが、プーさんがいて、何より隣に大好きなユキコがいる。楽しい一日になるはずだった。ところがスプラッシュマウンテンでたっぷりと水をかぶってからというもの、僕のお腹の中ではエレクトリカルパレードの準備が着々と整っているようだった。うわー、すっごい金貨の山、見て見て高尾くん、あんなにいっぱいお金があったら何買いたい？化石トイレ。何？なんでもないよ。あの鶏生きてるみたいだね。ぐるぐる回ってるよ。楽しいね、カリブの海賊は。楽しいや。高尾くん、すっごい楽しいね。ねえねえ、今度は何に乗る？ホーンデッドマンションにも行きたいし、とにかくおならだけでも出したいが、このお腹のコンディションでプーさんだけを出してキュリトスを出さないのは魔法使いでも難しい。でもでも、セイフ。これで少しは持つだろう。しかしいつ何時僕のセーフティーバーが上がるとも限らない。早くビッグサンダーマウンテンを出さないと。ユキコちゃん、僕トイレ。私スペースマウンテンに乗りたい。あ、僕も乗りたい。レッツゴー。うわー、すっごい人。1時間待ちだって。どうする？そうだね、そんなに待つんじゃね。1時間なんてすぐだよね。一瞬だね。ああ、また来た。僕の中のエレクトリカルパレードがついに始まる。エレクトリカルパレードが、エレクトリカルパレードが。ユキコちゃん、私トイレに行ってくる。順番取っておいてね。すぐ戻ってくるから。エレクトリカルパレードスタート。Ladies and gentlemen, boys and girls, Tokyo Disneyland's Electrical Parade. お母さん、お母さん、このお兄ちゃん、うんこの匂いがする。なんかすごい匂いがするんだけどさ。僕、黙らないと殺すよ。素晴らしい作品でしたね。匿名希望さんということなんで、劇中に出てくる名前も全て私の身内の名前に変えさせていただきましたけれども、東京ディズニーランド夢の国で、ね、エレクトリカルパレードが、もう実際のパレードは終わってしまったにもかかわらず、始まった。もう、なんていうの、台帳と直帳のあたりで、東京ディズニーランドエレクトリカルパレーって聞こえた時にはね、彼の気持ちもう計り知れないですね。まあこういう形で皆さんからのハガキもどんどん行かさせていただきたいと思ってるんですけども、ファックス、ね、漏らしてそうな人、ね、こっからだけ今から聞いた人が怒らないようにですね、今から本人がもしたまたま聞いたら怒ってた人でいいじゃないですか。だから、言い方を変えましょう。漏電してそうな人という言い方に、漏電してそうな人、ね、ですね、これ俺結構ありかなと思ったんですけども、ペンネーム、経営総崎。
岸辺次郎。岸辺次郎なんか俺イメージちょっとありなんだけどな。今日はもうみんなで、うんうんとか違うなって聞き方をしよう。家にいるやつもそれ違うんじゃねえのなんて何の根拠もなく。ね。結構多いのが、メイドインスイスさんの森久美子っていうのが、結構、でかそうですね、森久美子。すごいの、天狗のうんこみたいな人そうですね。男子が見上がる、漏電してそうですね。それと、ペンネーム、藤民さんからなんですが、武田真治で、理由、小学校の頃先生にトイレに行きたいことが言えないタイプっていう。小学校の頃、俺結構ね、武田真治中学校後半ぐらいまでこういうタイプだったら匂いするぜ、なんか、芸能界デビューっていう感じするけどな。女子部門、ガンビットから。女子部門、相田翔子。ウィンク、なんとなくスタッフがうなずいてるのが面白いですね。何の根拠でうなずいとんねんと思うんですけども、漏電してそうな人、もしくは、木漏れ日が差し込んでいそうな人、ね、東京 03-5563-1960、ファックスです。東京 03-5563-1960、そしてもう一回線、東京 03-5562-9540、東京 03-5562-9540 で、あ、待ってまーす。どんどんゲスト来るよ。お父さん早く出てよ、お父さん早く出てくれないと青春の過ちスペシャルになっちゃうよ。お父さん早く出て、出なくていい、うん、にゃー。あのロックアート上スーパーバンジーに続き、空に向かってのロケットバンジー、二人で超人スカイフライング、家族で挑戦、山から山へのアドベンチャーライン、無添加天然スリル体験、ロックハート城恋と冒険の森、8月バージョンアップオープン。ひな形ゆき子です。毎週土曜夜11時からニョーニョーしているひな形ゆき子ニョー。8月31日土曜日の放送はゲストに本当に大物アーティストラルカンシエルをお迎えしちゃいます。ペコじゃないですよ。ラルカンシエルのゲストのひな形ゆき子ニョーは8月31日土曜日夜11時から、絶対に聞いてね。ニョー鉄板焼き焼き鉄板焼き焼き、食べて食べてランランラン、鉄板焼き。ランチ1500円、ディナー5000円から。牛肉の鉄板焼きは日産本社ビル前、築地末広へ。ご宴会なら末広。55番ゴジラのやつ、5万5000円ライター。8月27日火曜日、広島巨人戦、ゴジラ松井選手の各打席を電話で予想してください。お一人に現金5万5000円をプレゼント。受付は当日午後5時半スタート。たくさんのお電話お待ちしています。 Yes, TBS。 あれ、今朝トイレ入ってきたのに、あれ、あー、伊集院光のアップス、青春の過ち、うんこ漏らスペシャル、ケツからパウエル。青春の過ち、うんこ漏らスペシャル。まあ、いろんなリスナーの方やですね、ゲストの方、各界著名人の方のですね、甲子園球児の涙にも似た甘酸っぱい思い出を語ってもらってますが、二組目のゲストはこの方です。うんこ漏らし会の重鎮。うんこ漏らしといえばこの方。いや、漏らさなかったらこの方じゃないと言われている、バカルディのお二人です。よろしくお願いします。今だ。それ狙ってしてるじゃねえか。全然だ、不純じゃん、動機が。漏らしじゃないの。なんか。してるんだよ。青春じゃないやん。全然。じゃあちょっと、一人ずつ自己紹介を、じゃあ、はいはい、お願いします。はい。私、短パンうんこ漏らし。短パンうんこ漏らし、三村でございます。訳さないんだ、ね、通常も短パンうんこ漏らしなんだ、ね、そして、ネグソ大竹でございます。ネグと言われてますからね。訳してネグ、ネグネグなんですか。はい、いろいろな話聞いてきたんですけど、はい、大竹さん、ネグソあんまいない。ネグソいないの。いや、意外に起きてる方がしちゃうね。起きてる方は、起きてる方はしょうがないじゃん、近くに便所がなかったから。そう我慢しきれないっていうことで、ね、うん、ネグソはね、カルテモンだね。カルテが必要だもん。
考えても油断しすぎ、油断しちゃったんでしょうね。夢の中出てきたからね。うんこをしろっていう神様から、あのコミでもあのうんこだけじゃなくて尊厳もしょっちゅう漏らすんですよ。こう見えても、お隣になって7回漏らしてますから。それ普通ゲストがこう見えてもって言うから俳優もやるけど歌も歌ってるんですよ。そのまんま見えてる、見えてるかこう見えてる寝草もするけど正面も漏らすんですか。そうそうそう、まあ僕の中で伝説になってるとか今日お呼びした、はい、あの一番インパクトのあったのは、はい、以前大竹さんにお聞きした、はいはい、ナンパした女と寝てたら、はい、あれは詳しくはどういう話でしたっけ。これナンパしておりまして、21歳ぐらいの時ですかね、はいはいはい、もう立派な大人でございます。大人だ大人だ、選挙権もあるし、はいはい、もう犯罪したらダメなと。ダメな、はい、であのナンパして非常にいい女だった、非常にいい女、あのモデル級という、はい、級がつくモデル級、まあ、もうあんな、俺の中ではもうトップクラスの素晴らしい女とホテルに行きまして、行きまして、でも素晴らしい一夜を過ごしたわけです。めくるめくような、めくるめくような、はい、で、すっとして二人がこうなんつうラで寝とったわけです。ラでラなんですかこの人の表現は。裸じゃないんですか。ラで寝てたんですか。ラで、はい、寝てたわけですよね。で、あの僕も非常に熟睡しておりまして、夢の中で子供の頃に戻ってんですよね。はい、当然のように。当然のように。関係にしてまして。なんか全然不思議じゃないんですよね。全然不思議じゃないんですよ。俺は21なのにって気はしないんですよね。関係にしてまして。で、俺、ちょっとあの、うんこしてくるから。はい。はい、いや、うんこしに行ったんですよ。で、あの、公衆便所を普通に探して、もう気持ちよくうんこしだしたんですよね。はい。ただ、その、なんつうの、起きる時とその夢の境目のラインに入ったわけですよ。ゾーンに。だから、ビデオで言うとかっこいいエフェクトがこうなってそうそう、ね、揺らぎっていう感じのね、夢落ちみたいな雰囲気だったんです。でパッと目が覚めたんです、うんこしてる時に、はい、で、あれあれって現実に戻ったわけですよ、はいはい、あ、これホテルだ、女横にいるし、関係の鬼もいなくなってるし、鬼もいなくなって、あれおかしいなと思って、で現実に戻って、部屋を匂い嗅いだら臭いんですよ、部屋が。ほんのすごい。それ現実に臭いんですよ。現実臭い。いや、これ絶対臭いと。うんこの匂いしてから。うんこに鼻近づけた匂いしてましたからね。手の匂いじゃなくて。ただ臭い、臭いものに。鼻近づけた。近づけた。もう野良犬よろしく。そうそうそう。縄張り確認よろしく。ものすごく臭いわけですよ。やばいと。まあでもこれ屁したんじゃねえかなと、寝屁したんじゃねえかなと、はいはいはい、一応布団上げてみたんですよ、ええ、余計臭いのよ、中が、はいはいはい、接近してるんですよ、接近してるんですよ、俺だ俺だと思ったんです、はいはい、で中でこう見たら、その布団を一応やっぱ漏らしちゃったかなと思って、布団をこう下の敷布を確認したら、うんこついてないんですよ、ほんとやっぱりヘだよ、セーフじゃん、セーフじゃん、漏らすわけねえよ、漏らすわけねえだろ、21だし、で一応尻の割れ目にこう指突っ込んで確認したら、うんこ出てました。人参入りの具も確認して一口レシピも一口さえつまんねえよ。だからあの下がそのやつじゃねえんだから、おしめの役割を果たしたんですよね。三角にこうびっちり入ってた。形三角になる、あの彫刻刀の三角刀で蹴るってスッて入るとさすがそのまま溝についてるみたいなのが入っておりまして、ベストプレーですね。熱い自分の話してました。僕はビデオにしたいですもん。ビデオモンタのナレーションで再現したい、ね、再現したいですよ。でもその時は僕は、はい、大竹さんはかなりのをしてるけど三村さんないのかと思ったらあったんですね。あったんですか。これはまた、ね、2人とも一応大腸語る経験者です。腸が非常に弱いんで。ああ、そうなんですか。三村さんはどんな。はい、僕はもう27、5ですか。またさらに27、5ですか、ね。バリバリでもう現役、現役お笑いやってる時に。スターの時に。まあ、スターの時に。芸能人様になってる時にね。もう大石恵三やったりいろいろしてる。ああ、飛ぶ鳥を落とす勢いの時に。その時になぜかまだ風呂なしのアパート住んでる。それがなんかホリプロマジックっていう感じですよね。その辺りはね、事件はそこから始まるんですけども、その時ですから、コインランドリーにね、洗濯物をこうまとめてこう行かなきゃしょうがない時期だったんですよ、はいはいはい、でこうまとめてこう洗濯機の空いてる昼間3時ぐらい、あ、一番空いてる時間、空いてる時間に4台ガーって使うとかあるじゃないですか、ガーって入れて、まあこう待ちしてたんですよ、こう乾かし待ちみたいな、はいはいはい、ね、そう催したなと、
あ、これ来てるの？あ、これ来てるの？お腹の中の小さな人が、来てるよ、来てるよ、来てるよ。音お願いますっていう感じの。音したくなかったんですけど、結構でかい声で何回も言うんですよ。来てるって来てるって団体で。団体で大勢で大勢で大勢でものすごい大勢で。あいつマジかよと思って。しょうがないけど、まあ家まで3分ぐらいだから、で家帰ってやっかと思って、まあその時まだゆとりあるんですよ。分かった分かったと。で、こうゆとりあって3分だから、計算通り行けば、こう、便所開けて、ズボン下ろしたと同時に出る計算。もうここまでギリ、まだもうちょっと余裕見て計算した方がいいですけどね。そのギリ、うんこね、硬いうんこを我慢するっていう行為が、その時には結構好きだったんですよ、僕。なんかこいつ好きなの？ゾワって鳥肌の。我慢すんのが。それが、プロフィールの趣味の欄にも必ず書かれてるぐらいの。硬いうんこを我慢する、なんていうの、こう、戦い、鳥肌立ちながらの、うーっていう。新沼謙治の鳩で、バカルティ・フィムラのうんこを我慢するっていう感じの。かっこ硬い。ああ、じゃあもう趣味の番組には必ずそれで出るぐらい好きだったわけですね。そうです。じゃあ結構、だから我慢は慣れてたし、計算も結構正確にできる。そうです。だから計算でいくとそうなんですけど、大丈夫だと。信号があったんですよ、間に。はい。信号待ちになっちゃうんですよ。あれ？やっぱこれ計算違ったなと思ったら、そのズレっていうのはなんかこうお腹に来たんですね。動向法が邪魔してることが今自分の中に来て、急に焦って、やばいやばいやばいと思ってるうちに、じゃあ顔出せよ顔出せよっつって、もう行くから行くからもうもう CM 開けるからっていう感じの頭、こんにちは、こんにちは、知事からかって、いや、だからこんにちはしたなぁと思って、一応我が国では、こんにちはまだセーフですよね。こんにちはセーフ。まだ漏らしてないです。戻しちゃいんだもん、みんなは。はいはいはい。こんにちはだ、マジで。こんにちはですね、それ、やれ。尻の穴閉めないと思って、閉めたが最後。切っちゃったんです。そのこんにちはの部分を。ちょん首切っちゃった。首切っちゃって、首切っちゃって。したらけど、なんつうの？トランクスと、短パンを履いてたんですね。はいはいはい。ですからこう、切った丸いのが、丸いのがウサギのうんこみたいな、丸いのがライチがコロコロコロン地面に落っこっちゃった地面に落っこっちゃって、いや、おむすびコロニーに落っこっちゃったうんこ見えてんですよ、もう松ぼっくりが昼間の3時に信号待ちのその踏切、あ、踏切で信号待ちのこのヘリンが持ってんのにヘリンとこにバカルディなのに、バカルディなのに帽子も何にも被ってないのに、もうその時点でバカルディのうんこ漏らした方っていうのは区別つかなくなっちゃう、両方抜いちゃって、俺やばいなって1個これとりあえず蹴ってちょっとすねながら学校帰る小学生みたいに、スクロールみたいに、コロンって蹴って、転がる道路の方に蹴って、大丈夫大丈夫と思ったら、次から次へと生まれてくんですよ、兄弟が兄弟が、そのたんび収縮しちゃって切っちゃって、コロ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 、アメ工場みたいな上からニュッパチリン、アメ工場なっちゃって、家まで、ヘンデルとかヘンデル君、うんこで俺んち分かっちゃうみたいな。やめた道しるべだもん、いやこれでもうんこ漏らしてたことよりも掃除しなきゃとかそういうそういう心配があって街を追い出されるっていう感じの、いやーいいですね、すごかったね、なんていうんですかね、うん、自分の中でのベストプレーってやっぱ今のですか、他にもありますか、なんか、うん、いやだから漏らすことはしょっちゅうあるんですよしょっちゅうどれぐらい、やっぱり僕が大人になってから2年で1回ぐらいそれでかなりハイペースでしょう、ハイペースハイペース、だからしょっちゅうそのパンツにこう漏らすぐらいのはもうしょっちゅう、みんな普通の人は当たり前のようにある、当たり前です、もう当たり前で決めましょう、反応とか許しません、でしょ、白じゃんもう、聞くのはもうしょうがないと、はい、そうそう、はいはい、これだからなんつうの、便所にたどり着いて、あれ漏らしたって言うんですから、便所にたどり着いて脱いだ時に漏らすってのは、あれ漏らしてるんですか、それは便所に入ってるんです、入ってる入り口で鍵開けてカチャカチャカチャって開けて、ズボンとパンツいっぺんに下ろすでしょ、でその膝の間にパンツがパーンと張ってるでしょ、トランポリンみたいに、そこにポン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 って初めてどうなんだろう、楽しそう、バラバラバラ楽しそう、ポップコーンみたいな、ポップコーンみたいにパン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 、空中のブランコで落っこった人が助かるみたいな、はじけて便器に入っていくみたいな、うわフレンドパークのゲームにしたいですねそれ新しいね、それ結構あるんですか、ありますあります、それはいいですね、油断した時にね、ブリーフだとなるんですよ、落語家の林家三平師匠のお子さんの一平君っていう高齢さんのお父さん、あの人は新幹線ですごいうんこをしたくなって、時速250キロの中でうんこがしたくなってでしたら、そういう時に限って使用中じゃないですか、そうそう、あれ重いんですよ、漏れちゃうと思ってたらババアが出てきてぐるっと入ってズボン下ろした瞬間に新幹線急停車して横の壁の信じられない高さのところにうんこが
アルデンテのスパゲッティみたいにうんこが10センチずれてまた下で止まったらしいんですよ。タオリンピックだったら優勝だもん。優勝。そんな競技で、でもそんな競技でも森口博子は頑張りそうだから、ね、一生懸命が売りですからね彼女はね。芸能人ね、こいつもう漏らしてそうだなっていう、漏らしてなさそうだなって人が漏らしてそうだなっていう。誰でしょうね。ぱっと見。ぱっと見。で、お笑いはね、お笑いでもギャグにできるでしょう、ね、すごく。漏らして当然ですからね。そう、漏らして当然ってか、漏らしてない奴がお笑いなんて言うなと。中山忍。すごいとこ出てきたな、お前。しかもカメラ1の撮影中にね、撮影中の合間合間にね。じゃあ二度もね、合間合間に。中山忍、いいとこ行ってますね。気になるんですよね。誰かな。好きじゃないですか。聞いても言わないでしょ。言わないでしょ。いや、取材申し込んでも断りがあるでしょ。ないね。うんこ漏らした人は優先的にこの番組曲かけることになるんですけど、誰も来ないんですよ。それに。ふざけたやからです。受けた人は誰なんですか。これうんこの取材は。いや、あなたさ、取材から。そりゃいいね。あと、あの、マノコロブラザーズ。一応 OK してくれたんですけど。本当はもう一組ね、アイドル系が欲しかったんですけれどもね。アイドル系欲しいですよね。アイドル系で漏らしたら中山忍も気がつかなかったな。俺、上原さくら一押しだったんですよ。いいライン作るんだよね。絶対っていう感じなんですけど、ね。割れる太いね。太いですね。割れてると思う。はいはい、ねなぁ。あと、伊藤和恵さんとかも。うずまさで。な俺をなんか思ったのは、うずまさですごいトイレに行きたかったんだけど、先輩の人たちが行かせてくれなくて、っていうのがあるかなぁなんて言ってね。はい、いいね。うずまさっていうもん、名前自体がもううんこみたいですね。な感じですもんね。で、この後はですね、いろいろ皆さんの足元にも及ばないですけども、はい、特に大竹さん、皆さん起きてて漏らしてらっしゃいますけども、いろんな私もやってしまった、青春時代に過ちを犯したってハガキが来てますんで、はい、いろいろコメントいただくということで、はい。面白いです。一回 CM 行きたいと思います。生まれる生まれるハッピーバースデー一応光のアップ深夜のバカ力から青春の過ちうんこもらってきた。ビッグカメラ、ケンウッドのミニコンポが17,800円、取り付けも早いエアコンフェア開催中。常識の裏を書く変化技、オートファッション10月号、アイデア全開の特集は、起きて破りのドレスアップ。ドレスアップの全てを知り尽くしたい君に送ります。夏には夏のスラックス。秘密の糸が驚きの通気性を実現。熱をためない、湿気を追い出す。軽くて涼しい、軽、量、スラックス、インタークール。今池袋サンシャインシティがすごい。ゴジラ、ウルトラマンはじめウルトラヒーローたち、歴代仮面ライダー、スーパー戦隊が大集結。 TBS 主催とびっきりコミカスペシャル、史上最大の決戦ヒーローフェスティバル96、目を見張る展示とステージショーをご家族でお楽しみください。9月1日まで連日好評開催中。 Yes TBS。いやー、青春の過ちスペシャルなんてことを言うけどね、若いうちは何やってもいいんだよ。それが青春なんだから、どんどんやりなさい、どんどん。今出た。改めて、今日のゲストを紹介しましょう。バカルディのお二人でーす。うんこうんこ国のその国の挨拶挨拶うんこ、ね、この時間はですね、リスナーのいろんな体験を紹介するんですけども、 お二人はもちろん中高生の時も、ね、もう当然です。それは当たり前ですね。胸張り出しましたね。それはもう全てダメです。中学校の時も野球やってたんですか。はい、4番でしたっていう感じの、はい、ねえ、それはまだね、許される、年齢ですから。許されます。中高生許されます。許されますよ。今の言葉がもうリスナーにどれぐらい元気を与えたか。赤い秀和の走る姿並みに今元気を与えてると思います。胸張って胸張ってください、はい、ね。で、私いろいろハガキ選んだんですけど、その中に偶然というのは恐ろしいものでいました。ラジオネーム旅口さん、はい、これ住所も読まないことになってますここのところは。この方ですね、やっぱりさっきのトランポリンをやってます。ああ、やっぱいましたか。経験者がいるね。で、一応まあ話が被るんであまり読んでも読まないんですけど、トランポリンのうんこっていうのは、
漏らしたうちに入るのか入らないのかっていう。これね、で彼は一応トランポリンの上に乗っかったものはトイレに捨てて、あの公衆便正しい正しい、あのブリーフを U の字型に履かせて帰ってきたんですよ。あまりに悔しくて。あ、それはレベル高いですね。レベル高い。その外したパンツは、あの家のねタンスの隙間に隠してるんですよ。2ヶ月ぐらい。あ、そしたらお袋が臭く気づき出して、なんか臭くない、なんか臭くないって言って、全然臭くないよって俺嘘ついてたんですけど、そしたらバレて膝を逆に曲がんない方に思いっきり蹴られましたから、ね、お袋も結構お袋ハードが足りますね、ハードだねって、曲がらない方に7回ぐらい蹴ってましたからね。折れるよってモハメド・アリでは倒れるじゃないですね。それはあれはちょっと悲しかったですね。しかもその痛みでも漏らしちゃいけないってことを覚えなかったのが悲しいですね。すごくパンツ捨てるか、もう履くか洗うかした方がいいですよ。あ、でもパンツすごい困るでしょ、処分する。困るんですよね。俺昔一回ね、あの友達ん家で、あのうんこしたくなったんですよ、やっぱ。で、なんか友達がプラモデル作ってて、プラモデルの箱が余ってたんでね、なんかやってみたかったんですよ。そのプラモデルの箱にうんこして、それ窓から思いっきり捨てたんですよ。大事なプラモデルの箱にうんこして窓から捨てたことある。あれダビッドソンとかなうんこしてうんこして、いやそれ怒ってちゃってもできるでしょうね。サンタからの贈り物をプレゼントからだったらうんこ入ってる。あ、これ完成完成バージョンだ。ボンドつけすぎなんだ。涙出てきたよ、私ね。もうあの師範代のお言葉は聞けば聞くほど珠玉の金言をいただいてますけども、ペンネーム、エプロンパンティーさんからなんですけども、あまり長いんでちょっとあの短くさせてもらいましたが、その日僕は家族と旅行していました。旅館の温泉で体を洗っていると、体の下の方で叫ぶ詩人の会の人たちが叫ぶスタンバイを始めていました。僕は直腸の先にある詩人たちの口を座っていた風呂の椅子で塞ぎ、必死に叫ぶのを控えてもらうよう説得したのですが、さすがは正義感の強い詩人たち、大腸の中で起こっているいじめの問題についてどうしても叫びたいらしく説得に応じてくれません。仕方なく風呂から出て詩人の会の人たちに心置きなく叫ばせようとトイレに行ったところ、リーダーのドリアン助川さんが登場。今まさに詩人たちを尻穴で叫ばせようとしている僕に、僕たちは大腸で怒っている、後ろのメンバー怒っている、いじめに対して叫ばずにはいられない、いられない、でもでも叫ぶことで君に迷惑がかかるようなら僕たちは叫ぶのをやめようと言い、詩人たちを撤収させてしまいました。ドリアン助川の言葉を信じて再び風呂場に戻って湯船見つかっていると、再び詩人の会が叫び出しました。僕はドリアンに、約束と違うじゃないですかと言うと、ドリアンは、青春って複雑だよねなどと意味不明な言葉を発して、どこかに行ってしまいました。そして僕の知り穴では、叫ぶ詩人の会のライブが始まり、風呂場から人がいなくなりました。とさなのね。叫ぶ詩人の会。一回辞めるでしょ。ああ、ね、辞めるときあるんですよね。そうなんですよ。辞めて、もう帰ったなと思うじゃないですか。もう帰ってくれたと思って、チェーンロックを外すと、いたなーっていう感じで。隠れてて、借金取りたちが。そうそうそう。大勢押しかけてきますよね。一応これ10点満点で点数をちょっとつけていただきたいんですけど。これは、もう文自体は非常に表現が面白い。便宜をね。あと、場所が家族旅行の旅館の温泉の風呂。しかも一回トイレにいたにもかかわらずですね、これ10点満点中、はいはいはい、温泉ですから、はい、もうあと使えませんからね、はいはいはい、8点高いです高いですね、8点三村さんは、はい、9点9点これ高いですよね。家族旅行先はきついよな、きついですね。で一度ねこう耐えてるわけですからね、そうそう、で一度大丈夫って説得されて戻ったところでひどいですね。じゃあ続いて、これがペンネームハイテクボーイさんからいただきました。今から4年前、私が中学校2年生の時に鉄郎とメーテルが39に乗って私の腸にやってきました。
僕は毎朝学校に行く前に必ずトイレに行くことにしているんですが、その日は寝坊をしてしまったためにトイレに行くことができませんでした。授業中はなんとかなったのですが、給食が済んだあたりで鉄郎が次の星にはまだ着かないのかい、メーテルーと言い始めました。そして鉄郎の乗る39は次第に次の星、シリアナ星へと、シリアナ星へと近づいていきました。なんとか39の運行を遅らせて学校から走って帰り、トイレで39を出そうとしたのですが、家のドアが開きません。そう、私はうちの鍵を持たずに家を出たのです。もう39はシリアナ星の手前まで来ています。私は真っ黒い車掌さんに39を止めてもらうように言ったのですが、ダメです、銀河鉄道管理局の一組よりそれは禁止されていますと言い返されました。鉄道も、メーテル、やっと次の星が見えてきたよなどと言っています。その瞬間、私のスリーナイン、シリアナをスリーナインが汽笛とともにモリモリと通過していきました。私は気が動転したのか、そこに立ち尽くして誰もいない家のインターホンを 2,3 回鳴らしました。その最後素敵だな。いいね、浮かぶよね。浮かびますね。わかる、インターホン鳴らしちゃうの。もう何もやることはないんだけどね。別に関係ねえんだけど。その立ち尽くしてる絵が浮かぶ ね, 浮かぶね、いいです、非常に風情がある、風情がある。これ最後僕初秋作だと思いますね、これね。モリモリと通過するわけですからね。通過させてしまったわけですからね。もう五大悟のテーマになってね。ねさあ行くんだって出たわけですからね。素晴らしい、大阪これ10点満点なんですが、これも8点ですね。あ、8点、これハイレベルなやつが続く、コートつけがたいですね。いいですね。三村さんはで、まあこれは家の前っていうことで、僕は7点、うん、7点、なるほどね。はいはいはい、旅先ではないということが、そうですね、温泉は、ただ温泉はあの人にもう会わないから、そいつらには。あ、なるほど ね, ね、旅の恥は書き捨てですよ。旅の角は切り捨てということで、切り捨てていけるって、切り捨てていけるって、ありますよね。ただ家はね、もうあだ名ついてしまいますからね。まあでも見られてないのはちょっと幸せですよね。そうですね、家に帰ってね、自分だけを責めればいいことですからね。じゃあ一応このゾーンラスト1枚いきましょう。ペンネーム吉岡。あれは僕が高校1年生野球部にいた時、鬼監督と言われた体育教員兼任の監督に千本ノックをさせられていました。ある日、弁当のミートボールが妙な味がしましたが、僕は元気にお召し上がりになり、いつものようにおかご千本ノックが始まりました。すると突然、急に僕のお腹の中の東京ドームが騒がしくなってきました。どうやら日ハムのブリトーがフリーバッティングを始めたようです。でかいようなホームラン一本一本で、ね、僕のバックスタンドに向け会長にボールをかっ飛ばします。現実の僕はトイレに行きたくとも千本ノックの真っ最中、途中でやめようものなら鬼監督の素で五千本ノックを受けさせられるのが目に見えています。踏ん張りながらもノックを受けているうちに、だんだんと東京ドームに来る選手が増えてきました。清原に江藤、大砲に松井と、名打てのホームランバッターたちがどんどんバックスクリーンに向かって特打ちを開始しています。もう観客5万5000人の僕の東京ドームは満員札止め、大入り袋が配られています。次々と湧き上がるお腹の中の大歓声と、マンモススタンドを揺るがすウェーブに耐えきれなくなり、ついに鬼監督に、すいません監督、トイレにと叫んだ時、うなりを上げて痛烈なライナー性の打球が僕のどてっ腹を直撃しました。そしてその現実の打球が僕の心の東京ドームの屋根を突き破ったのです。僕のお腹はコールド負けでした。頭の中で鳴り響く試合終了のサイレンとともに、5万5000の大観衆は一斉に外に飛び出してきました。ブリトーも清原も5万円のご様子で引き上げていきます。よく見ると王選手やベーブルースもニコニコ笑いながら出てきます。王選手が相手じゃしょうがないなと放心状態でそんなことを考えていました。現実の世界では薄れゆく意識の中で鬼監督の怒りに震える大きな声が聞こえます。神聖なグランドで、神聖なグランドで。その後いろいろあって僕は甲子園の道を諦め、生物部で残り2年半のハイスクールライフを過ごしましたが、悔いはありません。それが青春だったから。野球部ですね。あ、いいなこれ。
素敵だ。素晴らしい。お二人野球は大好きですね。好きなんですよね。やりました。日本もこんなの野球部だったんですけどね、合宿でクソ漏らしましたね。漏らしたっていうかね、これは漏らすよりじゃないね。トイレ入ったらセーフだって考えたらと、うん、合宿でずっと疲れてるじゃないですか。気持ちにすごいしごかれるから疲れてるじゃないですか。で、和式便器で足笑い始めるでしょ。俺ね、うんこ出てる途中で後ろに尻餅ついて、うんこの上に座っちゃったことあるんですけどね。それは漏らしかなのかなって今ちょっと思ってますけど、それは漏らしでしょ。漏らし、俺わざと漏らした時、わざとっていうか漏らしたっていうから、わざとってわざと漏らす、銭湯行ってた時に風呂屋の親父がね、もう11時までっつって、11時に入れたくせに11時に出ろって言うんですよ。入ってからすぐに、この野郎何言ってんだと思って、腹立って、口んなことあるから、掃除始めちゃってんの。で、腹立ったから便所入って、うん、便器の外にうんこしたんだよ、思いっきり。どっちが理不尽なの、どう考えても理不尽。復讐してやったことあるあらゆる体のものを使ってね。一応この野球なんですけどね、一応得点なんですよ、これ面白かったね、すごい、僕はもう9点ぐらい、9点、ブーやめてますからね、ブーやめてますからね、しかも甲子園諦めて即セーブ中に研究に入りましたから、大腸内セーブ、ビビンキングのね、これ三村さんは、いや僕も9点あげたいですね、いい点数でしたね、王選手全部面白かったですけどね、王選手なら仕方ないっていうのね、諦めない、こんなにでかいものが入ってたんだな、ビッグワンが入ったらもうしょうがないっていう感じはね、すごいわかりますね、やっぱり大竹さんなんかこれからも漏らしていかれるおつもりで、それはもうね、定期的に精力的に定期的に漏らしていかれる三村さんなんかも、そうですね、僕もうマラソン中に漏らそうかなとか、そういろいろ考えて、シチュエーションもね、どれがいいんだろう、一回ネタやったらもう見たって言われますからね、やっぱりね、違うネタでね、マラソン中にいいですね、運転中に寝ぐそとかしてほしいですね、なんかね、すごい危険な、ダブルでタイトロープな運行してほしいですね、頑張ります、頑張りますってコメントあと、まあ、うんこの他にもお仕事の方があるんですけども、本業のうんこの他にもですね、一応サブでやってらっしゃいますね、これ、毎月やってるホリプロお笑いライブ。ホリプロの若手やら僕らもいろんなの出るんですけれども、フォーク男性鳴子坂とか、それがですね、今度9月の25日水曜日に、原宿クレセントホールというところで、7時から夜7時から、やりますので、よろしくお願いします。ホリプロは最近お笑いの人で名前のすごいよくわからない人がいますよ。この間も坂道コロコロって書いてありますけどね。さあ、います、います。出るんで、坂道コロコロは出るんですか？出ます、出ます。すごい。主軸ですから。男前の二人なのに、あ、どうも、ゆいさん、坂道コロコロですって言われて、坂道コロコロされても家庭うんこじゃねえんだから、第一グソじゃねえんだからと思って。売れにくいですよね、名前が。実は売れにくいんですよ。コロコロ落ちてっちゃうわけですよ。つぶやきしろとそういうのいますから。いますね。キリギリス、これ知らないです、アリとキリギリスは。いるんですよ、いるんですよ。どんなネタをやるんですか、アリとキリギリスは。ただなんか小さいのと大きいのっていうだけで、あ、それでつけちゃったんですね。これ電話番号言ってた方がいいんですかね。そうですね、お問い合わせ電話番号言っておきましょう。じゃあチケットピアの方で、東京03-5237-9999 5237-9999、8月28日より発売です。はい、わかりました。ということで、またうんこを 2,3 度漏らしたら、ぜひ報告に来てください。ということで、今日のゲストバカルディの2人、どうもありがとうございました。お父さん早く出てよ、お父さん早く出てくれないと青春の過ちスペシャルになっちゃうよ。お父さん早く出て、出なくていい。皆さん、献血に行ったことはありますか？献血ってとても大切ですよね。今、赤十字血液センターでは、若い皆さんの声で献血を呼びかけるラジオ CM を募集しています。優秀作品はラジオで放送されます。詳しくは、03-3746-1800 03-3746-1800 応募お待ちしています。スマイル Go Unknown World in 西新井文化ホール、TBS 公演スマイルのライブを10月9日水曜日午後6時半から開催します。チケットは9月6日から発売。お問い合わせは03-5242-8161 ギャラクシティまで。ミニミニならあなたがお探しのアパートマンションがきっと見つかります。物件豊富、お部屋探しもミニミニ。
ケミエミリです。タメミヤトウコです。月曜日から金曜日まで夜11時10分からお送りしている、え、そうなんだ。今週1週間は黒夢の清春さんが来てくれます。清春さんからのですね、豪華なプレゼントがありますので毎日聞いてください。清春さんのサイン入り黒夢グッズを3名の方にプレゼントします。聞いてね。Yes, TBS。なんだろう、お腹の調子が。調子悪い、あれ伊集院光のアップス深夜のバカ力、青春の過ち、うんこ漏らすスペシャル、お芋が。アップス青春劇場、横浜市の絶対匿名さんの1ページより、 X ファイル、ファイルナンバー0、生物。東京都国分寺市田中宅、午前7時半。親父、早く出ろよ。親父、トイレぐらいゆっくり入らせろ。まさし、学校遅れるわよ。もうしょうがねえな。行ってきます。JR 中央線車内、午前8時。光、もしこのテープを君が聞くことがあったら、ぜひとも今回の事件の真相を探ってくれ。現在の時刻は午前8時5分。今考えてみれば、全て国防総省の罠だった。親父の30分にわたる長嘘、国分寺駅のトイレにかかっていた清掃中の札、驚かずに聞いてくれ。今僕の下っ腹の中で未知の生物がうごめいている。ボタン押すなよ。パクよ。つかり今の親父もきっと軍の奴らだ。とにかく僕のアスホールからエイリアンが飛び出せば、罪もない人々が巻き添いを食ってしまう。だからコマードすだれ、押すんじゃねえっつってんだろお前。どうすんだよ、こっちも混んでんだよ。そこも混んでるだろうけどよ。冷静にならなければ。次の武蔵小金まで4分、ホームの端まで走って2分、ズボンを下ろすのに1分、合計7分。下腹部の調子から考えて、エイリアンが孵化するまでおよそ10分。間に合う。てめえよ、だろ、万年係長、今度押してみろ。おめえの残り少ねえちょろげ10歩で燃やすぞ。分かったか。今のプッシュタイムリミットは近くなってしまった。とにかく武蔵小金井駅のトイレまで全力ダッシュ。それしかない。通勤快速東京行き、次は新宿駅までは30分間止まりません。ねえねえお母さん、あのお兄ちゃん変な匂いするよ。ねえ、なんか臭いよ、おかしいよ、変な匂いする。ごめんなさい。あいつだよ。さて、青春の過ちうんこ漏らスペシャル、次のゲストの方もきっと漏らしてるでしょう。いや、漏らしていても漏らしてないって言って漏らしてないふりをすると思うんですけども。紹介しましょう、マグロブラザーズのお二人です。よろしくお願いします。ちょっとじゃあ一人ずつ一応自己紹介。はい、片っぽの桜井です。よろしくお願いします。はい、どうも、ちおいちです。よろしくお願いします。漏らしてるでしょ。いや、本当に漏らしてないね。
また嘘だ。アーティストって言われる連中はいつもそうやって嘘で嘘を塗り固めて。いやね、本当に漏らしてないですか。なんかね、すっごいしたくて、昼休みに、うん、でも学校でしちゃいけないと思ったから、うんうん、昼休みにこう門をね、肛門って意味じゃなくてね、ケツ穴って意味じゃない、本当の門をね、違う方の肛門をね、本当の肛門駆け上がって、うん、家にうわーって帰ってって、それでうんこして、うん、帰ってきて平然と5時間目受けたっていう思いは今はそういえば思いました。それぐらい危なくても、その学生時代ぐらい、その程 度、うん、桜井さんはすいません、えもらやってますどちらでどちらでって僕基本的に緩いんですよ、ええ、あなたさっき CM 代とかギリギリまでしてないふりしてる、ね、いや南米派だ南米派っていうか、ええ、いや思い出したんですけど酔っ払った次の朝とかって緩いじゃないですか。あれは大人には分かりますよ。絶対そうですね。でぼーっとした頭でシャワーとかブーって浴びて、お風呂の椅子に座ってジャーって浴びてて、ボケーとかしてて、で、屁こうプッと思ったら、緩いのがプッって、椅子の真ん中って穴開いてるじゃないですか。ちょうどだ。ちょうど。ポンとね。ケロリンのケロリンのロとリの間ぐらいの。船長じゃないんだから。だから家にはケロリンねえけど。家にケロリンないって。あんな椅子使ってねえって。あれショックですよね。ショックでしたね。すごいショックですよね。かなり液状化現象の。ねえ、そうです。かなりメルトダウンしてる。いやいや、でもね、僕らはね、まだね、そういう意味ではね、倉本より幸せなんですよ。はいはい。やってるじゃないですか。はいはい、はい。今後しますよ。男性だわ。男性。もう白。白。今後した時に、一回あると、しょうがないやっていうありますけどね。桜金堂さんね。桜金堂さんとか聞いたら、やっぱり40になってからしちゃって、自分で認められなかったらしいんですよ。もうテレビの前でうんこ漏らしちゃってるんです、自分が。テレビ見ながらバスローブ着て、こうやってリモコンでこうやって、一緒にやりながら出てんですね、自分で。だけど、俺40だし、絶対嘘だよ。事実認めたからず。って言って、テレビ消して、黒くなった画面のテレビに映ってるうんこを見て、うわぁ、漏らしちゃった。かわいそうダメなんですよ、そういうことじゃね。そうか、それは何、そのへとうんこの境目がわからないっていう、そう、そこが一番なのかな。それが一応桜井さんの件はそうですよね。そうですね。これはもっと違うシステムらしいんですけど、なんかうんこより大事なものが現れる漫画とか読んでるじゃないですか、はいはいはい、漫画がすごいこう面白くなってきたりするじゃないですか。そうするとね、スイッチ切れるみたいなんですよ、その便意。便意も全て漫画の方に使っちゃおうっていう気がする。脳を全部漫画使っちゃうから、はっとその漫画が一段落して続くって出て、パタって閉めたら、あれ俺うんこしたいって気づいて、それがアウトまで、そのトイレまでの、こう普通はそういうのうんこしたいって気がついてから、15分とかで1分ができるじゃないですか。俺6秒ぐらいなんですよ、それがね。そう変わってるんですよね。かなりスペシャルですよね。かなり。珍しいですよ。他にいました、そういう人。いや、なんか、スタッフどうも気使ってうんこ漏らしたことあるって言ってるんじゃないかって説がだんだん出だして、ちょっと困ってるんですけど、でも、先ほどのバカルディなんかももうやってますしね。怖いっすね。あ、もう、素晴らしいプレイの数々がね。プレイ、アーティストの人って、ライブって2時間とかあるじゃないですか。ありますね。アンコールがすごい長くなってヒートアップとかもっとあったりするんじゃないですか。あの間トイレ行きたくなったりしないですか。ないです。全然。不思議とね、だから、その漫画読んでて、便忘れとかと同じような感じかもしんない。あ、あれはもう便忘れちゃって。それどこじゃない。じゃあアンコール終わって、みんなありがとうあーっていう時とかもない。あれって。おかしいなぁ、うん。たまたまその、うんこしたい時間帯とずれてる。ラッキーなだけかもしれないですね。ああ、俺落語家だとしても落語やってる途中にうんこすっごいしてもらったり、気張るシーンとかで本当に出そうにすっごい弱っちゃったりとか、ないですか。
で一応今日は企画が2個あって、1つはリスナーからもらったあのいろんな体験談をね、うん、とか、あと漏らしてなさそうなゲストに来てもらって、うん、今の桜井さんのように漏らしてる話をっていう告白、うん、俺これを人に言う機会ができるとはね思わなかったですよ。カミングアウトしとかないとその友達ができない。鼻から落ちるなんてめったにね、すごいですよ、さすがですよ。俺それ映像的に素晴らしいと思います。次のプロモでは使った方がいいですもん。いやいやいや絶対ね、椅子を用意しようって溶けて、シャワーでさーって流すんですよね。流して話の中でこうなんかこうなんて鎌倉の中で冬越しっていう感じのやつを流すんですよ。何が冬越し、わけわかんない。東北情緒にあふれる。いやないです、全然東北関係ないから。あともう一個、あの僕らだけが、もう僕ラジオで言っちゃったんで、うんこ漏らしって言ったんですか、はい、僕らだけがみんなからうんこ漏らしって言われるのは嫌なんで、はい、あの芸能人とかタレントさんとか仲間とかで漏らしてそうな人の名前を挙げてもらうっていう、なるほど、イメージ的にね、イメージ的にね、今のところトップがですね、はいはいはい、結構車団吉が追い上げてきて、車団吉ね、追い上げてきて野村博信をぶっちぎりで抜いて、今カーダンマニアが今すごい勢いでいってるんですけどね。います、なんかこの人ミノモンタあたり行ってそうだよね。ミノモンタ漏らしてそうですね。漏らしてますよ。で、って毅然とした態度でいそうですよね。その後そう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 、ありだな。ミノモンタマラソン中とか行ってそうで、自分でジョギングほら、健康法で意外に体に合わないやつってありそうじゃないですか。意外に俺にはダメだったって、海藻はちょっときつかったなっていうやつでモリッと行って、でもミノモンタって1年ぐらい経ってからスタッフに自慢話とか出そうじゃないですか。俺はそれぐらい放送を大切にしたっていう逸話としてね。ミノモンタでしょ。一応僕チェッカーズのマサハルっていうのもまたどういう気になるか分かんないんですけど、どういう気になるか分かんないけど、モンタージュみたいもんで、こう頭の中に浮かべて、なんか下の方にこう OK が出る、OK の中でこれは OK っていうのは出るんですけどね。なる、松井とかね、あ巨人の松井、ね、巨人の松井とかね、ブリブリね、松井でもうんこでかそうですね。でかいでかい、かなりでかいですよ。練習試合に行ったら試合前に必ず1個そうそうそう、でかいバナナボートを浮かべてくるっていう感じはでかいデイオーをね。長嶋さんとかもね、結構よっしゃブリブリみたいな。長嶋さんって俺そういう感じだと思う。長嶋さんはあの伊集院さんと同じでこう熱中派です。熱中派だから、なんか9回ツーアウト満塁っていう時にもうビチョビチョですよこんなこともうね、うん、ベンチ内もうこんな感じで、誰も言わないっていう、言えない絶対言えない、ね、で長嶋さん家に帰るまで気づかない感じそうですよね誰かが俺のパンツの中に入れたって言い張りそうですよね、なんかね、家族とかにね。関心じゃないんだから関心じゃないんだから、そんな妖精が俺のパンツの中に置いていっかって中島さん吉野さん、やるなって。ダメなんですよ、ね。ダメなんです。何枚か言いますけど、まずですね、一つ目のその一応あのリスナーの人からのですね、体験ハガキをですね聞いていただいて、うん、まあ点数をつけてもらうということで、はい、それじゃあですね、一つ目どれいこうかな。インパクトでかいのおすすめ。みんなやったらびっちり書いてますね。すごい、だから一回ハガキをコピーしてちゃんとまとめたりしないと。うわびっ。処理書いてんの、これだけでラジオ図書館みたいな長い番組ができちゃうんでやってんですこういうやつほどうんこするんでしょうね、多分ね。どういう意味ですか俺もするんですって、ね、みんなするんですよ。漏らしをね、漏らさなきゃいけないんですよ、はいはい、逆にね。ペンネーム重曹さん、僕は先月までスーパーでアルバイトをしていました。なぜ先月までで辞めたかというと、やってしまったからです7月夏休み前の日曜日、僕のバイトしていたスーパーでは大安売りをするために朝から大忙し。バイトの僕は休む暇さえ与えられず、当然トイレに行くことなど許されません。山ほどの商品を移動させ、冷凍倉庫や、熱い外を行き来しているうちに、僕のお腹の中に住んでいるバーバパパ一家が住んでねえだろ、そんなに何がバーバパパ世代的に分かんないやつ、いっぱいでバーバパパ一家がお出かけしようかと支度を始めたのです僕は軽い気持ちでオッケーバーバー今外に出して開けるからねとお腹の中に合図を出しトイレに向かいました。しかし店長の何やってんだ、もうすぐ回転なんだから表のお客様を整列させておいてくれ今すぐという強い口調にトイレに行けず外に出ることになりました。黙っていられないのがバーバパパ一家出してくれるって言ったじゃないかよ約束が違うよと一斉にブーイングお出かけの準備が完全に整っている彼らは外出しようと一斉に扉を押し始めました。現実の僕
ーというとスーパーの表でオスナオスナ大騒ぎになっているおばちゃん年中相手に四苦八苦。僕の体は内と外両方に押されていました。体内のバーバパパは一回ひみ乱れていろんな形で変形している。バカだこいつ。おまけにいつの間にかバーバパパ一家の家は、うん、たくさんの子供たちでパンパンにしてる。しかしそれに気づいた時にはすでに開店の時間。僕はバーバパパ一家に頼む。出かけられない今日は。自宅待機と念じながらワンパック75円の超破格の卵を売りさばいていましたが、お客様のねえこの卵臭くないという苦情とその匂いの発生が、この卵臭くないという苦情とその匂いの発生源が2秒で判明したことにより僕はスーパーをクビになりました。今思ってもどうやっていつの間にかバーバパパ一家が扉をこじ開けて外に出たのかは覚えてないんだ。覚えていません。覚えてない。覚えてない。かなりバーバパパに助けられましたねこれね。これはね、かなり点数高いですよ。10点満点なんですけどね。10点満点ね。仕事を棒に振るってのはこれ結構大変。そうですね。シチュエーションとしては普通だけど、比喩がもうバーバパパ一家ですから。もうみんながね、もうその苦しい経験を今ね、財産に変えてる。そうここでね。杉吉あるなら離散一家ですから。そうですよ。すごい勢いでマニアックなのが入りましたけどもね。まだ2階に住んでますですからね。それがバーバパパ一家だから。一家ですからね。一応点数を。これ9点。9点高いです。9点差し上げますよ。はい。桜井さんは。じゃあね。じゃあそのシチュエーションが普通だったっていうことをちょっと厳しく見て、なるほど、8にしときましょう。8点というかなり高得点ですけども、この後もですねどんどんあの紹介させていただきますけど、ここで1曲曲の方入れたいと思います。かけるなっていうディレクターとかいるんですよ。ほらこの曲でもう絶対かけてます。ありがとうございます。もう背景ジョンレノン真心ブラザーズ。あなたの声はとても優しい。
さトイレ入ってきたのに、あれ、ああ、伊集院光のアップス、青春の過ち、うんこ漏らすべしゃ、ケツからパウエル。波乱に富んだシャンソンの女王ピアフの人生がこの秋舞台に。 TBS 祭愛の賛歌エディットピアフ物語、三輪と石田一生共演、9月27日から10月27日まで東京芸術劇場ほか、お問い合わせは共同東京 03-3498-9999 まで。より自然に、さらに自然に、マープは増やします。マープは馴染みます。あなたの髪のウィークポイントを最適な方法で増やす増毛法、マープをぜひお試しください。お問い合わせは 0120-01-2323、 お電話ください。プッサプッサアートメーチャー。55番ゴジラの5万5000円ナイタークイズ。8月27日火曜日、広島巨人戦、ゴジラ松井選手の各打席を電話で予想してください。お一人に現金5万5000円をプレゼント。受付は当日午後5時半スタート。たくさんのお電話お待ちしています。Yes, TBS。 いや、青春の過ちスペシャルなんてことを言うけどね、若いうちは何やってもいいんだよ。それが青春なんだから、どんどんやりなさい、どんどん。今出た。嬉しいな、嬉しいですね。二子とも今ジングルハマってくれて、そんなジングルない一生懸命作ってる。なるほどなるほど、初めやかなりね、あのパウエルもかなりね、先ほどからケツからパウエルもチャイスで終わらせていただきました、ね、ありがとうございます。パウエルってね、まあ今日のゲストマンゴロブラザーズのお二人なんですけども、はい、どうも。クラスとかにも いませんでした、こいつ漏らしたなっていうね。クラスにはね、あ、いたいた、いたね。あの白い体操着が茶色くなるからね。あれ本当になんかもうかわいそうなんで、見てて哀れっていうのは。そうそう、だから学生服の黒いズボンで漏らせばいいものを、そうそうそう、うんこの気使って出てくれりゃいいもの、そうなのものなのに、うん、エンジのジャージとかならまだしも、まだしもよ。なんかあいつ狙ってるでしょ。そうそうそう、狙ってるよ。白パン、白体操着でね、うん、それで白体操着で昔に買って今成長しててパンパンな状態で出すからね。シルクパックっていう感じの状態でいい感じで行きますけど、ね、しかもそいつもさ、なんか、トイレ行きゃいいのになんかさ、ごまかそうとしてんのか、もう呆然としちゃってんのか分かんないけど、たたずんじゃっててさ、さらしもになっちゃってたね。それ分かるような気がする。さっきもあのハガキであったんだけど、家の前でうんこ漏らしちゃって、なんか分かんないんだけど、ずっとインターホンを押してた。でも分かんのよ、なんか。でだって桜井さんは唯一の経験がうかつ派でしょ、でいて、倉持さんはないでしょ、ないですね、我慢しきれないっていうのは、ね、本当に呆然とする。あとね、マジですか、俺ね、思い出したんだけど、うん、一緒にバンドやってるね、うん、サックスの首藤くんっていう人が、名前まで言ってた。最近結婚したんですけど、初めて彼女の家に、お父さんに、あの、会いにガーッつって行って、うん、で、酒がなんか飲まされてガーッつって、うん、そうか、君はどの子のとか言ってる時に、神さんが、あれ、そういえば首藤くんいなくなったなと思ったら、うん、うんこ漏らしちゃって、風呂場で、ズボンをガーって洗ってて、パンツで、そう。いやだから、あ、全裸で、さ、半裸だよね、下だけね。下だけね。どういう状況なの、だって相手のうちなんでしょ。そうだよ、初めて行った。きついな、それはきついよな。今俺結婚させたくないっすよ、親だったら。でしょ、ね、俺かみさんもらったばっかりだけど、あの一人暮らしはいいんですよ、うん、で家族とかもまあギリギリいいんだけど、うん、女の子と住んでる時に家でうんこ漏らしちゃうと、家で漏らすっていうのは俺本当わかんないんだよ。いやいや、いまいちまだ、あのね、家ならトイレ行きたい。あれなんていうのかな、あの便宜ってね、うん、BPM が上がってくんだよね、どんどんね。俺のリズム、俺の予想してたリズムよりもどんどん上がっていくんですよね。首藤君もそうらしいんですよ。意地だ。そうなんですよ、うん、なんか波が最初は小さくてゆっくりとした波が、でかくてこう小さい波にグワーって最後はもうジャングルみたいな
そうそうそう、だからジーンとかジーンとかジーンっていう感じのね、バラードだったのにっていう、いつの間にかスローバラードだったのに、ゆっくり始まって早くもう X 状態だ。そうなんですよ、もう弱っちゃうんですよ。時点で家で漏らすっていう時点でなんかもう意味わかんないもんね、本当にね、その時点でなんか意味が通ってないって、ドアひねった時に出たりとかね俺ダイヤル式っていう感じのなんか俺ラミネートチューブっていう感じのドア握ったら行っちゃったのがあってね。でほら、結婚する予定の女の子と住んでると、女と住んでると、今のカメラと住んでると、もう彼女はパンツの柄とか数ぐらいまでも把握してるから、パンツが急に1種類減るのはすごい不自然なんですよ。それを隠すのが大変でね。結局のところ早く洗っちゃおうっていう意識が、上まで裸になって風呂入るふりとかじゃないから、下だけ裸で、上ポロシャツとかで、なんかこう死にてえよマジで死にてえ、その巨体でね、死にたいでしょ。アライグマが何か美味しいものを洗ってるように俺なんかこう洗って絶対2年以内に漏らす、もう倉持さん2年以内に漏らすから、もう北斗神拳ですね、もう、ね、そう、お前はもう漏れているね、ダメだよ。じゃあですね、ハガキをまたちょっと評価してもらいたいと思うんですが、はい、ペンネームロケットパンチ、住所も読めないあれは僕が中学校3年の時、修学旅行で東北に行った時のこと、バスで移動の最中に突然お腹の中のペプシマンがでとリズムに乗ってオープンカーで僕の外に出ようとしていましたその頃ペプシマンねえじゃねえか、最近じゃねえよ。先生にそれとなく尋ねたのですが、何がされてない直接言えよ、はっきりと東北の山奥を移動中ということで次のドライブインどころか次の民家まで40分かかるとのこと、そこで僕はペプシマンに出動を40分待ってもらうよう説得をすることにしました。今ペプシを買おうとして困ってる人はいない、確かに外で困ってる人いるかもしれないけど、あれはコカ・コーラ派だと言った説得の甲斐もあり、ペプシマンはしばらくするとお腹の奥の方へと消えていってしまいました。ペプシマンへの説得が無事終わると、僕は疲れ果ててバスの中で眠ってしまいました。それから何分も経たないうちに、ペプシマンはあれほど僕が説得したにもかかわらず再びお腹のいい感じの位置でオープンカーのエンジンをルロロロロー出し出しました。僕はペプシマンに、いい加減外に出ようなんて考えを持つのはやめてください、迷惑なんですと心の中で怒鳴ると、ペプシマンは悲しそうな顔をして僕に言ってきました。仮に君が正義の味方だったとしよう、外で私に助けを求めるちびっ子がたくさんいる、君はちびっ子たちを見捨てることができるのかいやそういう意味で言ったわけじゃ、そういった瞬間でした。ペプシマンはオープンカーのアクセルを思いっきり踏み込みアナル方面へ行こう全然いいようになってないじゃないか、その場合直接ストレートに直球勝負だ、一気にして爆走していきました。その日泊まった田沢湖の宿で、僕と一緒の部屋の人は僕にだけ枕を投げてきませんでした悲しい夜だなかわいそすぎっすね。かわいそうですね。これ本当っぽいもんね、なんか。完璧でしょ。本当っぽいですよ。このコーナーはね、シチュエーションとかすごいある。で、あとは才能でこう、比喩ができるっていう、ね。なるほど。なんていうのかな、作っちゃってるやつ少ないと思うんだよね。俺、本当にやってなきゃ書けないこと多いなっていうね。田沢湖は出てこないでしょ。ねえ。八ヶ岳っていうところにキャンプ行って、はい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 、中2の時にね、学校の先生で1個漏らしちゃったやつ、先生、学校の先生すぐ学校辞めちゃったよ、あら、新任の先生で漏らしちゃった、男の先生、あら、トイレ行きたいんだよって言ってるのを、いわゆる不良って人たちが嘘だろうって言ってますおいおいおい、ひでえな、ひどいよね、漏らしすごいね、ひどいやついるね、今何やってるんですかね、何やってんでしょうね、懐かしいですね、なんかみんな顔洗ってうんこを洗ってるのを見たとかいろいろ言ってましたけどね点数、これはですね、やっぱり8点、はい、これかなり大勢人も見てます。桜井さんは、僕はですね、
この比喩からいきなり比喩に頭いったところいきなりアナルっていう、あ、もうそれをガツンとぶつけました。ガツンとぶつけ、そして、ええ、人生の思い出であるところの枕投げに参加できないという、はい、ったディープなオチを表して、はいはい、10点を僕は、あ、満点を、ええ、このクラスメートも割とちょっと気使ってるのが見えるのは、罵倒するんじゃなくて枕を投げてこないだけっていうのがこうなんかなんていうか優しさと切なさみたいなものをね、この消極的フォローがね、にはいられないですね。まあかなりうんこ尽くしの話になってたんですけども、ね、この、ここであの、はい、うんこにつながってはなんなんですが、はいはいはい、いろいろこうアーティスティックな方面の話もしていこうかなと思うんで思うんですけども、はい、でも背景ジョン・レノンが出てもう早くもシングル出ましたよね。出ました、出ました。空に舞い上がれ、舞い上がれ、間隔短いのは なんでなんですか。すごい、これはですね、まあ、9月にアルバムが出るんで、どちらかというと空に舞い上がれはそのなんていうの、最初に出す先行シングル、はいはいはい、背景ジョン・レノンはちょっとシングルとしてちょっと独立してたけど、これはまあアルバムの先行シングルとして、はあ、それで、あ、なんかね、あの楽しみにしてる方にしてみるとね、あの割と間隔空いて出る方だっていう感じするんですよ、マオコロって、ね、そうですね、だから立て続けにトントンって出たからね、何落ち着いてうんこの後に急にアーティスティックに、ね、熱帯魚なら死ぬような環境を変えてるのかわかんないんですけどもね。これ発売中、これ発売中です。今発売中、発売中、はい、で9月に発売されるアルバムはタイトルは、グレートアドベンチャー、偉大なる冒険。これのプロモーションでさっきのほら、椅子の穴からうんこが出る、あ、劇的なシーンをプロモーションキット、ね、使ってほしいですね。アルバム何枚目ですか。かなりありますでしょう。6ですかね、6枚、もう気がつけば6枚。何年で6枚ですか。89年9月デビューですから、俺デビューの時見てましたけどね。見てましたテレビ、テレビ、あなたが僕にいいともに一番最初に出た時を見てたように、ね、僕の傷を見てたようにです、ね、僕も見てましたけど、ね、いやいやいや、スタジオに凪良健一さんがいたような気がしますね。いましたね、いました、かなりいましたね、そこといましたね。その時有賀さつきが司会だったんですけど、有賀さんもやってそうですね。なるほど、そういう感じする ね。で、そのことを絶対一生言えない、墓まで持ち込むタイプっていう気しますよね。これ、それと、はい、これが9月21日発売、はい、グレートアドベンチャー。アドベンチャー。はい。ね、ぜひぜひ。こんなこと聞いちゃうから、さっきまでうんこの話してたのに、これどんなアルバムにしちゃうのこれなんか、どういう方向性が。これはですね、キングオブロックが、かなりこう、外へ外へ向かってたんですが、はいはい、グレートアドベンチャーで、そのキングオブロックみたいなパワーを使いながらですね、それ以前の、はい、なんていうの、こうどちらかというとこう歌寄りなフォーク寄りなものをやってみようじゃないかと。また帰ってきたんだ。そうそうそう、行って帰り魔球ですよ、スーパーボールのそれわからない、それそれなんだろう、なんだろう、次吉原わかったのに行って帰り魔球わかんないそれ何何なの。スーパーボールをこういう風にやるとコン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 ってなるでしょ。 あれですよ、たわいのない例えだったね今わかったけど、今やっとね、祭りの意味みたいなもんですよ、家庭科で言う。で、分かったけど、それは分かったか。コンサートがあるんですよ。はいはいはい、あの9月の14日に、日比谷野外大音楽堂で。はい。野音はかっこいい感じしますね。野音またさらにね。野音は大好きですからね。でかいところって、好きな人からすると、あ、なんかすごいでかくなっちゃったなと思うけど、野音だけ別って感じがするから、野音はでかいのと、なんていうのかな、あ、一緒っていう感じと両方あるっていう気が、これすごい。確かに。あの、ほら。いいっすよね。野外で、しかもほら、日没前から始まるっていうか、日があるじゃないですか、もう最初始まるとき。だからやっぱりなんか、ね。そうそう、嘘つけないっていうか照明で、そうそう、でなんかそこにいるって感じがある。しかも時間が一緒に経ってる感じするじゃないですか。終わりの曲の頃はもう風景変わってるから、月、ねね、なんか出てるもんならもういい感じなんですね。でも夜音この9月の14日ぐらい随分気温の上下も激しいですから、激しいですよ、お腹の調子に気をつけて。でチケットの方はこれ各プレイガイドで発売中ということで、はい、チケット買っていく人はですね、お腹を冷やさないよ、これが先生から。短いようでしたけども、最後にじゃあ曲紹介をお願いいたします。はい、はい、じゃあマグコロブラザーズで空に舞い上がれ、発売中で、ステロさん2年以内もらってありがとうございました。走ってた川は道を変えていた、夕日が僕の心を和
夜のバカ力から青春の過ち、うんこもらってきちゃ。ホットヌードルプレゼンツ鈴木蘭蘭キスマジックツアー追加公演決定。8月28日水曜赤坂ブリッツ午後3時半スタート。チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3498-9999 共同東京まで。アプローチなんだからそんなに力んじゃ。力んでないっすよ。あ、ソフトなタッチのゴルフスラックスクロイドンソフト。しなやかな履き心地、柔らかな風合い、優しい肌触り、楽しむあなたの好感度ゴルフスラックスクロイドンソフト。高田真理子です。8月28日水曜深夜1時脱線トリオのアップスに私がゲストで出ちゃいます。夏休みの宿題がまだの人も、スイカを食べ過ぎてお腹を壊しちゃった人も、8月28日水曜深夜1時はラジオの前に全員集合。高田と一緒に体操しましょう。何の Yes, TBS。 お父さん早く出てよ。お父さん早く出てくれないと青春の過ちスペシャルになっちゃうよ。お父さん早く出て。出なくていい。アップス青春劇場、匿名特住所 AT さん、クラスオブ1993。奥まで見える君の手を握りしめた。手渡す、であるからして、第二段落で作者が訴えたいところというのは、第三段落前半部分のそれはから大きな鼻眼鏡だったまでの4行、はい、ここ視点出るからちゃんとアンダーライン引いて、それはから大きな鼻眼鏡だったまでの4行、これと置き換えられるわけだね。ここまでのところ何か質問がある人がいたら手を挙げて。はい。ああ、それじゃあ永田、なんだ。俳句の部分が1学期の終わりのとある月曜日の4限目、国語の授業の真っ最中に、僕の頭の中で携帯電話が鳴った。理解、電話の主は分かっている。僕の大腸に住んでいるあの子からだ。この部分、もしもし誠くん、私やだもん、分からないよ。うんこよ、うんこ、今は門のところまで来てるので、遊びに行かない？まずいよ、今授業中だし。そんなこと言っても、私は今すぐ遊びに行きたいのも。そんなわがまま言っちゃダメだよ。もうすぐ授業が終わるから。そうしたら、いつものところで会えるから。ね、おべりは。おい、誠、さっきから何をそわそわしてるんだ。真面目に私の授業を受けなさい。それじゃあお前、教科書40ページの2行目から、読んでみろ。あ、はい。村一番の力持ちは、近鉄のスカウトマンの目に留まり、うちに来んかと言われたが、結局ディスカウントショップ経営の夢が捨てられず、シワシワ社長とお揃いのブッチャーシューズを仕立てて長仙道二人旅としゃれ込みました。その道すがら、マコトくん、ダメだよ、顔を出しちゃ。どうした、マコト。なんでもありません。はい、はい、その道すがら、犬とキジと黄色いニラを、マコトくん、みんな見てるからダメだって。もう、私と勉強とどっちが大切なの？うるさいな、勉強が大切に決まってんだろ。悔しい、こうなったら出るとこ出て決着つけようじゃないの。それは困る。私は悲しみ繰り返す、そうだ、そうなんだ、どうして。ティーチャー、誠くんの方からインタレスティングなスメルがします。外人かよ。人として人に傷つき、人として人と別れて、それでも TBS 主催ホットヌードルプレゼンツ
ツ鈴木蘭蘭キスマジックツアー追加公演決定。8月28日水曜赤坂ブリッツ午後3時半スタート。チケット好評発売中。お問い合わせは 03-3498-9999 共同東京まで。写真の焼き増し3分仕上げ。ネガがなくても写真があればその場で仕上がる綺麗な写真。小出カメラに新登場。首都圏66店舗カメラとビデオの専門店小出カメラ。小出いいのだ。輝きの1週間、感動の1週間、笑顔の1週間、連続使用の1週間、コンタクトレンズはドリーム EX スーパー200。今日はコンタクトは 03-3493-9090。 月曜から金曜まで夜9時20分から私星名奈穂がお送りしているヨッホー。真夏のスペシャルウィークをただいま放送中。グレイ、 X ジャパン、シャランキュー、豪華アーティストたちによるオールアバウトベスト3。その他アムロナミエ、田原智美、ウルフルズなどアーティストグッズを毎日プレゼント。月曜から金曜9時20分からはヨッホー。早いね、もう終わりですか。うわ、まあ今回はね割とね、久しぶりスペシャルの名を借りてね、自分の好きなゲストを3組っていう感じだったんでね、楽しくできましたね。めぐみさんにもね、コメントもらったんですけどね、めぐみさんもうおかしいと、漏らさないよっていうね話をされてね、ちょっとね傷ついたんですけどもね。っていうかいろいろ聞いてみて僕ちょっとふっと我に返ったんですけど、うんこを漏らしてる人そんなに多くないかなっていう気。ちょそんなことない、俺揺らがなくて大丈夫。ちょっと今揺らぎ始めてんだけど、みんな漏らしてるかーい。揺らがなくて大丈夫かな。今ラジオの前でみんな言ってる、うん、頑張ってみようかな。さあ、ということでですね、今日ファックスでもらったうんこ漏らしてそうな、人ベスト3、ベストオブうんこ漏らさなんですけれども、たくさんファックスいただいたんですが、すごくバラつきが多かったので、一応私の中でのこれはいそうというインパクトで一応ベスト3決めさせてもらいました。かなりカーダン吉がね、車ダム吉がですね、かなり上の方来てたんですけども、最後で抜かれましたよ。3位、ペンネーム大野頑張れさん、他から後回どう笑っていいのか分かんないんですけど、2位、ペンネームドトール笹口組さん、他から MCAT これはいいでしょね。そして栄えある第1位はペンネームレオパルドさんから。顔を浮かべてください、橋爪勲すごいありです、僕の中で。宮田だから意見あると思うんですけども、なんかね、橋爪勲のこう微妙な位置とそわそわ仕方っていうのをですね、いろいろ考えた結果ですね、あと10秒ですか、こんなに興奮してたら。はい、みんなお腹を冷やさないように。それだけ、来週からまた正常なアップス探してください。バイバイ。